1位に落としました。この結果に納得がいかないサポーター、試合後には SC 鳥取の塚野正樹社長をスタンドへ呼び出し、およそ1時間半にわたって抗議しました。今まで JFL10 年頑張ってやっと掴んだ J の切符ですよ。それをすぐに渡されるんですか。僕が一番 JFL に落ちたくないと思ってます。僕が一番思ってます。申し訳ないですけど、これ偉そうに言わせてもらいますけど、僕が一番思ってます。目にしたくないと思って。サポーターから猛抗議を受けた塚野社長、この逆境を乗り越える自信はあるとした上で、厳しい胸の内を打ち明けました。でぶっちゃけ心折れそうになりますよね。僕もね、金の問題で寝れないことはなか、金の問題は寝れたんですけど、勝負事はね、まあ、サッカーやっちゃってたのが良くなかったのかな。今試合見れないです、正直。厳しい戦いが続くガイナーレ鳥取、次節は6月24日アウェー群馬県前橋市で現在17位のザスパ草津と対戦します。